ベネディクト・ピエール・ジョルジュ・ホーホロイティナーは、スイスの植物学者である。ザンクトガレンの出身で、ジュネーブ大学で進学と自然科学を学び、1896年に、ライン側の水生植物の研究で自然科学の学位を得た。1896年に、ジュネーブ植物園で、ジョン・イザー,ーク・ブリケの助手となった。1901年に、アルジェリアで最終旅行を行い、 1903年から1905年の間、太平洋地域の植物採集を行い、1904年にはインドネシアのボゴール植物園で採集した植物標本を制作した。1906年にジュネーブ植物園の学芸員に任じられ、1931年には植物園長になった。1919年に植物学の教授となった。 アオイカのモノグラフなど多くの分類学の論文を発表した。アオイカの俗名フォーカーティネラや、生姜科の種名、アミマムフォーカーテナリーなどに、懸命されている。ナショナルハーバリウム・ネダーランド、バイオグラフィカルページ、リトリーブと2009年3月3十日、ビルデ・ジュネーブ・モダイ・ゲネベ・リコネス・サント・ハット、ナショナルハーバリウム・ネダーランド・ソース、フローラ・マリジアナ・セール、1、1、 サイクロペディアオブコレクターズフローラマリジアナセール18サイクロペディアオブコレクターズサプリメント2ハットグーグルブックスパブリッシュドワークスハットワールドキャットアイデンティティーズモーストワイドリーヘルドワークスバイベネディクト・ピエール・ジョルジュ・ホーカーティナー・ホックルは植物の学名で命名者を示す場合にベネディクト・ピエール・ジョルジュ・ホーホロイティナーを示すのに使われる ありがとうございます。